世界を席巻する K-POP アイドル BTS に触れてみたくない？キャラメルコップポン。俺の名前は通る。 K-POP アイドルは女性グループだけではなく男性グループもくまなくチェックしちゃうほどの男さ。突然だけど、みんなは BTS 防弾少年団って知ってる？え、 BTS がなんだかよくわからない。しょうがねえな。それじゃあこれから彼らの凄さを教えていくね。 BTS 防弾少年団は RM、 旧ラップモンスター、ジン、シュガ、J ホープ、ジミン、 V、 ジョン・グクからなる7人組グループだ。ボーカル、ラッパー、ダンサーの3パートで構成され、最新の海外音楽シーンのトレンドを取り入れた楽曲で、韓国や日本だけでなく世界的な人気を博している。そうそう、 BTS 防弾少年団という名前で混乱している人もいるんじゃないかな。これはもともと防弾少年団という名前でデビューし、2017年に BTS に改名したんだけど、その後も古い名前と新しい名前が併用されてる状態なんだ。そんな BTS 防弾少年団の何がすごいのか、今回は誰でもわかるように彼らの凄さを5つにまとめて紹介していくね。まずはアジア人初のビルボード1位を獲得したこと。 BTS はアジア出身のアーティストとして初めてアメリカの週間アルバムチャートビルボード200で1位を記録するというとてつもない快挙を成し遂げた。え？ビルボードで結果を残したアーティストなら他にもいるって？確かに一番最近で言うと宇多田ヒカルのファントームが1位を記録したね。でもこれはワールドアルバムチャートといって、英語以外の言語で歌われた楽曲だけのチャートだから、ビルボード200とは別物なんだ。それからヒコ太郎や坂本九がランクインしたビルボードホット100は週間シングルチャートに当たるものなんだ。ちなみにビルボードホット100で1位を獲得した坂本九の上を向いて歩こうは、海外の年配の方の中には今でも歌える人がいるほど定着している。それくらい影響力のある1位という順位をアルバムで獲得したと考えると、 BTS の凄さがわかるんじゃないかな。しかし順風満帆だったはずの彼らにある大事件が起こっちゃうんだ。それはメンバーのジミンが原爆 T シャツを着用した問題。日本のテレビ番組ミュージックステーションの出演も前日取り消しになるほど大きな問題に発展したんだ。日本中からはたくさんの非難があったけれど、彼らの音楽とは結びつけないでほしいな。もう過去のことだし、みんなは今の BTS を楽しもうね。続いて凄さの2つ目は、韓国語のまま英語圏でヒットしたこと。英語圏の人にとって韓国語で歌われる曲は言ってしまえば洋楽だ。日本人にとっての英語の曲と同じように普段使用している言語以外で歌われているものだ。日本で言えば普段洋楽を聴く習慣がない人でもテイラー・スウィフトなら好きとか、エド・シーランのシェイプ・オブ・ユーなら知ってるってことがあると思うんだ。つまり欧米の人々にとっての BTS が今そういう存在だってことなんだ。凄さの3つ目は、正統派として一目置かれたこと。日本で言うとヒコ太郎は一曲単位でのヒット、それからそのルックスやパフォーマンスのインパクトも含めて評価されていたから、ビルボードチャートより YouTube で大きな記録を打ち立てていたよね。対して BTS はこれまでも世界を舞台に戦ってきて着実にファンを増やしてきた結果1位を獲得しているんだ。彼らはチャートインした他のアーティストと同じように次のリリースを待ち望まれ、ワールドツアーで世界を股にかけるようなグループなんだ。凄さの4つ目は、 K-POP アイドル文化を欧米に根付かせたこと。これまで欧米の音楽シーンにもワンダイレクションやバックストリートボーイズなどアイドル的な男性グループはいたけど、それらはあくまで欧米的なものだった。だから K-POP の男性アイドルに見られるようなメイクをした顔立ちでフェミニンな雰囲気といった特徴は新鮮なものだった。もちろんそれまでにも欧米で愛された K-POP アイドルグループはあったけど、 BTS が着実に支持を得るにつれ K-POP というジャンル自体が欧米で徐々に浸透し、ビルボード1位の快挙をもって完全に定着したんだ。その一つの証といえるのが EXP エディションの存在だ。EXP エディションはなんと韓国人のいない K-POP グループなんだ。もともとはニューヨークのとある大学院生が韓国人が一人もいなくても K-POP グループを作ることができるかというテーマの論文を書くため、クラウドファンディングを利用して試験的に結成したのが始まりだった。今では韓国や日本でもステージを経験している。これも
K-POP という文化の認知が広まり、真似してみたいと思われ、それを応援したいという人々の支持を得たというステップを踏んだからこそ、そうした K-POP の波及の中心にいたグループの一つが BTS であることは間違いないだろう。いよいよラスト、凄さの5つ目はエンターテイナーとしての確固たる実力。日本のアイドルや欧米で人気を博していたオーディション番組初のワンダイレクションなどのグループはまだあまり上手くないところがいい、成長段階だからこそ応援したくなるといった愛され方をしていたけど、 K-POP シーンは違っていた。デビュー前は練習生として厳しい歌やダンスレッスンを積んだりと、過酷な下積み期間を経てデビューに至った経緯があり、パフォーマンスのクオリティは折り紙付き。また韓国には三大事務所と呼ばれる大きな規模と影響力を持つ芸能事務所があって、それ以外の事務所に所属するグループはあらゆる場面で不利な戦いを強いられることになるんだ。 BTS の境遇がまさにそうだったんだけど、彼らは着実に支持を集め世界的な人気を得るまでになった。そうした要因は歌やダンスはもちろん、ファン思いな姿勢を含む総合的なアイドルとしての実力に他ならない。 BTS 恐るべし。みんな見てくれてありがとう。動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくね。ベル通知ボタンも押しておくと、動画がアップされた時すぐにわかるから押しといてね。次の動画もお楽しみに。